グリーンワックス京阪9000系を購入したのは20年前のことです。初心者でも組み立てできる塗装済みのトータルキットなんですが、小学生時代に組み立てたものなのでかなりボロボロです。9000系は1997年にデビュー、7200系をベースにしつつラッシュ時の特急に運用するため、サントビラセミクロスシートを採用し、パステルブルーのラインを入れて一般車と識別していました。当時ラッシュ時の特急は珍しく、花形の特急運用をこなす9000系は憧れの存在でした。しかしクロスシートが災いして通勤客からは嫌われていました。そんな9000系も発売から20年が経ち、ついに新規金型で7200系の製品化が決定しました。新規金型でライト点灯仕様になるのは嬉しいですが、一番好きな9000系じゃなかったのがちょっと残念。そこで今回は7200系のお供にするために、ボロボロで動かない9000系を修理アップデートして古い車両を末永く大切に使いましょう計画を発動します。目次、洗浄、タッチアップ、脱分賃、壊れすか、座席塗装、屋根、床下のウェザリング、以上の順番で加工内容を紹介していきます。1、洗浄、タッチアップ。今回なぜボロボロの9000系の復活を思い立ったかと言いますと、模型屋でたまたま中間車セットを見つけてしまったからで、9000系はもう絶版になったと聞いていたので、ここで8連化しないと一生後悔すると思って復活させることにしました。20年経った基本4両と新品の4両は汚れもツヤもかなり差があるので、洗浄してツヤ出ししていきます。車体の汚れとボロボロになったインゲタの車板をユニクリーナーで落としていきます。そして液体コンパウンドで優しく磨き、ツヤ出ししていきます。塗装が剥げている部分は鉄道カラースプレーの塗料を容器に移して筆でタッチアップします。鉄道カラースプレーは京阪ダークグリーン、京阪可汗色を使用しました。インゲタとステッカーを貼り直しました。ワイパーはトレジャータウンのもので復元しました。ついでに車輪をクレオスのガンダムマーカーで塗装しました。2、脱分賃、壊れすか。動力車はグリーンマックスの旧動力、通称分賃です。死にかけの分賃さん、かなりギクシャクしてます。メンテナンスしてみるとなんとか動くようになりました。でもグリスや潤滑油の影響でしょうか、プラスチックが劣化して割れてしまってます。なんとか動きますが、満身創痍の文鎮さんには引退していただき、グリーンワックスの壊れす振動力に更新したいと思います。壊れす振動力に乾燥してみました。壊れす振動力はスムーズですね。床下機器と台車をばらして振動力ユニットに接着しました。真っ黒やった車内が見えるようになりました。3、座席塗装。床部分にマスキングテープを貼りました。今回もエアブラシで塗装していきます。塗装完了。塗料はミスターカラーのエアスペリオリティブルーを使用しました。マステを剥がしました。塗料が漏れてる、ちょっと失敗かも。車体を乗せてみました。床はほとんど見えないですね。ということで残りの車両は床の練り分けを省略しました。塗装完了。淡い色なのでこれで良しとします。だいぶ綺麗になりました。4、屋根、床下のウェザリング。台車をばらして
今度は座席側をマスキングします。塗装完了。床下は錆色で塗装しました。塗料はミスターカラーのグレー米海軍標準塗装色、ブラウン、ベトナム迷彩色、レッドブラウンを使用しました。屋根も同じ錆色で拭きました。京阪の屋根は茶色く汚れています。 JR の在来線の車両は黒く汚れている気がするのですが、パンタのスリータの材質が違うのでしょうか。おそらく錆色は鉄系、黒は銅系やカーボン系なんだと思います。完成です。20年を経て8両編成になりました。東急目黒線の3000系の8連化と同じくらい都市が離れていますね。出場試運転です。7200系と並べられる日が楽しみです。9000系の旧塗装のバステルブルーは特別かっこいいので、いつか新規で製品化される日が来ることは心待ちにしています。以上。ご視聴ありがとうございました。